この方眼紙と油性ペン、まず用意します。で、方眼紙、左右取りますので2枚です。で、足型取っていきますね。足型取る際の注意点は、足ただ乗せるだけだと大きさが実寸と、かなり変わってきてしまいますので、まずはしっかり足に体重をかけるようにするために、こういうふうに片膝立ちで、足首がこう起きた状態ではなくて、ぐっと前に、まあ、膝がつま先の上に来るぐらいしっかり足首角度をつけてあげてください。で、その上で、この方眼紙の線ですね。この縦線、どこでもいいんですけれども、縦線のところに、まずかかとの真ん中を合わせます。はい、合いました。で、そしたら今度つま先、親指と、ここ人差し指なんですけど、その間のところに、ここをセットします。はい。そしたら、この状態で、しっかり先ほども言いました。しっかり足首、緊張を作って、なぞっていきます。必ずペンは、垂直で、取れました。指は力を入れて曲げたりせずに、まっすぐ伸ばして、ここはこのように曲げないようにベタ踏みでやってください。次、写真撮っていきます。足の写真の撮り方なんですけど、まあ、壁にこのように立てかけていただくのが一番やりやすいと思います。で、場所によっては暗いところもありますので、そういう時はフラッシュ機能を使っていただいて構いませんので、足がしっかり映るように。で、まず正面。カメラに対して正面より、ちょっと内側で構いませんので、こう、小指側っていうよりは親指に近い方を取っていきます。で、足型取った時と同じで、足首、こう緩ませないで、膝がつま先の上、まあ、超えても構いませんので、その位置に来たところで、取ります。はい。はい。で、1枚目撮りました。で、今度、後ろから撮るんですけど、まあ、後ろはあんまりこう、足首とか気にしなくていいので、まっすぐ、大事なのはまっすぐ映るように、このカメラの位置がここなんですけど、ここからできるだけ正面に合わせて、で、もしやれるんであれば、ちょっとだけ足首角度入れてあげると、うまく内側とかが出てるとこ分かりますんで、これで撮ります。はい。はい。で、今度、真上から撮りますね。まあ、真上は、椅子に座った状態で構いませんので、こんな感じで、ちょっと足首入れて、で、足が、映るように。まあ、ズームしても構いません。その状態で押します。はい。で、今度、両足、膝から下が映ってる写真撮ります。これも壁立てかけるといいと思います。まあ、これどうしても撮りづらいので、スマートフォンとかある方は、タイマー機能、
使った方が取りやすいと思います。できればこのように膝ぐらいまで、裸足で取っていただけるといいですね。はい、でこれで取ります。はい、で、片足で取った正面、後ろ、それから真上からを反対足も取っていただいて、全部で7枚集めてください。